はい。こんにちは。レトスのものです。今回なんですけども、実は私ですね、昨日、賃貸不動産経営管理士の試験を受けてきました。で今回お伝えしようと思うのは、まあ、2つあって、この2点から導き出される、まあ、これからの勉強の仕方ですね。これについてお伝えできればなと思っております。で、まず1点目っていうのが、試験内容はこれから難しくなってくるだろうなっていうのが1つ目。 2つ目が合格率これも徐々に下がってくるだろうなこれが2つ目ここから何が言えるのかというとそれは勉強の仕方これを丸暗記じゃなくて理解学習に変えていかないと今後合格するのが難しくなっていくだろうということなんですねまだですね丸暗記でも対応できるかなっていうふうに私は感じました で、そう感じた理由なんですけども、私自身今回、まあ勉強ってそれほどやってないんですよ。まあもちろん私は宅研教えてるわけだから、まあ民法とかわかります。また宅研業法もわかります。なのでそのあたりってまあほ,ほとんど勉強はしてないんですよ。だからその他の部分をまあ勉強する感じになるんですけども、まあ、あんまやんなかったんですよね。正直なところ言うと。まあやったっていう感覚はあんまりないです。私が勉強を始めたのは、 まあ3月か4月そのぐらいだったんですよ。そのぐらいに、まあちょっとやってみようかな、みたいな感じで、まあやり始めたんですね。で、私仕事をやりながらで、まあ夜中ですね、夜中の12時過ぎとかまで、まあ仕事やってるんで、勉強時間って正直そんな取れないんですよ。まあ1日、うん、取って1時間とか、まあそれぐらいですね。一応、模試をやるときは2時間頑張って取,取ろうとは思ったんですけども、大体いい模試とかでも1時間ちょっとで終わるんで、まあ1時間ちょっとぐらいしか、 取れてなかったと思いますでまた毎日1時間やれたのかって言ったら、まあ、正直やっっていないいな日のが、まあ、多かったと思いますだから、まあ、実質的にはまあ8ヶ月間ある中の半分まあ4ヶ月ぐらいか4ヶ月間を毎日1時間ぐらいやったっていったイメージだと思います、まあまあ、そんなにやってないかもしれないですね1時間やった日もあれば30分ぐらいの日もあるので、まあ、そんなにやってないかもしれないですけども、まあ、それぐらいの勉強しかやってないんですよ。 卓研の時は、もうほぼ毎日1時間半とかやってました。まあ約10ヶ月間ぐらいですね。なので、なので今回の賃貸不動産経営管理士の資格の勉強については、まあ私からするともうほとんどやっていないぐらいなんです。まあそれでも43点取れたっていうのは、まあ勉強のやり方を知ってるからなんですね。まあ日頃の勉強の仕方が理解学習をしてたからなんですね。で、今回の私が試験を受けた時に思ったのが、あ、 これ理解解しててななないいいととちょっっっけないだろうなっていう問題が多々あったんですよこれどういうことかというと勉強してる時にもうキーワードだけ覚えていく人って意外と多いんですよでキーワードを見てパッと答えを導くっていう人ですねだから日頃の勉強でちゃんと内容を理解せずにキーワードだけで解いていくっていう人ですこういった方は今回の試験ちょっと厳しい結果になったんじゃないのかなって思うんですね その一例をちょっと2問解説していこうと思います。2つ出します。まず1つ目が、問い1の選択肢の E です。問い1の選択肢 E。賃貸人の勤務先が独立行政法人都市再生機構であることを確認の上、重要事項説明をせずに管理自宅契約を締結することができる、丸かバツかという話なんですけども、えっと、これですね。 丸にした人意外と多いんじゃないのかなと思ったんです。これ私がこれ解いてた時に、あ、これいい問題だなって私が思ったんです。実際私は卓球試験の予想模試とかも作ってます。つまり試験を作る側から見て、あ、これはいい問題。実際私も予想模試とかでこういう問題作るなって思ったんですよ。これなぜかというとこれ引っ掛けるためなんですよね。つまりちゃんと理解してるかどうかを問うための問題なんです。で結論からするとこれツなんですけども、 単に「独立行政法人都市再生機構」っていう言葉だけ見るとこれは説明しなくてもいいって思っちゃうんですよねちょっと勉強した方だと全く勉強していない方だと勘になっちゃうんですけどもちょっとその人は勉強不足です勉強不足なんですけどもある程度勉強していて丸暗記学習でやっちゃってる方っていうのはこの問題見た時に「都市再生機構だから説明不要」ってやっちゃうんですけどもこれちゃんと見ると賃貸人の勤務先が都市再生機構なんですよ つまり、都市再生機構と直接管理自宅契約を締結するのではなくて、ここに勤めている従業員です。この個人と管理自宅契約を結ぶっていう話なんですよね。もちろん、都市再生機構と管理自宅契約を結ぶというのであれば、これは説明不要です。でも、その従業員個人に対しては説明しないといけないんですね。これ、例外には含まれておりません。だから、これは罰だということになるんです。 これは非常にいい問題ですね。で、続いて問い2です。問い2の3番ですね。これもやっていて、あ、これもいい問題だなと思ったんです。私自身。管理業務を実施するのに必要な水道光熱費が報酬に含まれる場合、水道光熱費の説明は不要である。丸か罰か。これは不要なんですね。これ、水道光熱費っていう言葉だけ覚えている人は、あれ、これ説明しなきゃって思っちゃうんですよ。それはなぜかというと、 丸暗記学習で勉強されている方っていうのは報酬に含まれていない管理業務の費用であって管理業者が通常必要とするもの例えば水道光熱費ですこれは説明しなきゃいけないんですよでも今言った水道光熱費っていうのは報酬に含まれていない管理業務に関する費用の場合なんですね言い換えると報酬に含まれているのであればその水道光熱費って説明しなくていいんですよ ちょっと勉強したことがある人は、水道光熱費っていうのは、あ、これは説明しなきゃって覚えてる人いるんですよ。私はテキストで勉強してないんでわからないんですけども、もしかしたらお持ちのテキストとかに、報酬に含まれていない管理業務の費用であって、管理業者が通常必要とするものの具体例として、水道光熱費載っているかもしれません。これを単にキーワードだけ覚えちゃっていると、この問題間違えちゃうって話なんですよね。ちゃんと理解できていないわけじゃないですか。 今今回は2つだけしかちょっとお話ししてないんですけども私が試験を解きながら思ったことっていうのは理解できているかを問う問題増えてきたなっていうイメージなんですまあもちろん全くわかんない問題もありましたもう知識として頭に入っていないこれなんか全然見たことないような問題も意外とたくさんあったんですよ意外とわからない部分はやっぱただあったのでまあ7点失点してしまったっていうのはあるんですけれどもちゃんと勉強したところここについては引っ掛け問題って大体わかるんですね ちゃんと理解しているからそういったところは確実に取れたという意味で、まあ、今回良かったんですけれどももしあなたが次の試験で合格を狙うというのであれば理解学習やっっっっっててていった方がいいいいたたがんじゃななのかなって思ったっていうことです、まあ、正直まだ丸暗記学習でも、まあ、合格はできるかなとは思うんですよ。っていうのも合格率がまだ二十何あるわけじゃないですか。っていうことは意外とたくさんの方合格するんですよ。つまり難しい問題ばかりだったらその分合格点も下がるだろうし。 まだ理解学習している人って、まあほとんどいないと思うんですね。だいぶ少ないと思います。なので、まあ丸暗記学習でも来年合格できると思うんですけれども、まあ短期間で合格レベルまで持っていくってなったら、理解学習をやった方がいいんじゃないのかなっていうのが私の意見です。まあもちろんね、反対意見ある方たくさんいるとは思うんですけども、私の意見はそうですね。 で、実際私先ほど言った通り、まあ市販で売ってるようなえテキストって買ってないんですよ。テキストなしでやってたんですね。で、テキストなしでどうやってやるのかって話になるんですけども、どうやってやったかっていうと、過去問を見て、過去問の解説を見て、で、どこが引っ掛けられるかなっていうのを考えながら勉強してました。ただ、あの設備のと、建築の設備とかの部分ですね。浄化層だったりとか、水道の話とか、配管の話とか、 もうそこって私全く知識なかったんですよなのでもうそういった部分についてはもうインターネットでそういった設備会社さんの説明とかがあるんで、まあ、そういったものを見ながらネットでで調べてて、えー、理解を深めていった感じですあと換気とかもネットで調べながら理解をしながら学習していきましたでまあこの動画見ている方っていうのは宅建の勉強をされている方がまあほとんどなんじゃないのかなと思うんです宅建やりながらまあ賃貸不動産こっちの勉強もしていると。 まあそういう方多いと思うんですけども、宅建についてはもうやはり理解学習していかないとなかなか合格するの難しいし、賃貸不動産経営管理士の資格についても、来年はまだ丸暗記でもいいけども、再来年あたりからはやっぱり理解学習に変えていった方のが合格しやすいんじゃないのかな。また短期間で実力を上げることができるんで、理解学習の方が。まあそっちの方が楽なんじゃないのかなっていうのが、まあ、私の感想です。 なので、ダブル受験目指すってなってくると、やはり、一つ一つの勉強時間って少なくしたいじゃないですか。二つダブルで勉強しなきゃいけないので、どっちもたくさん勉強時間を取るってことできないわけですよね。となってきたら、もう理解学習一択になってくるので、ぜひ理解しながら学習していただければと思います。もし何か私にご質問とご相談とかあるようでしたら、この動画の下の概要欄にお問い合わせのページのリンク貼っておきますので、そちらからご相談いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。 レトスのオムでした。